はい、皆さんこんにちは、ちゅでございます。玄徳さんで三国志14やっていきたいと思います。あとカオニさん出してない、カオニさん出してないんじゃない、あ、出してないわ、あっちゃあっちゃあ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 ちゃ、何したんだかなね、ほんとね。じゃあカオニさんこっちね。となったら、となったらね、この2人こっち行かしてもいい気がするね。天水取らしてもいいのかもしんないんだけどね。もうちょっとリザーブ取りときましょうか。多分ここ次何言いますか、12人いるの出てくるねきっと。ああ結構12人、おお、どんどん運んできてんね。なるべく吸収したいところではありますが、じゃあ行きましょうか。手屋も、あ、手屋まだだった、あれごめんなさい。まだ報酬終わってないんじゃない、まだ、あ、終わってませんでしたね。はい、はいと、よいしょ。また張飛、ほう、張飛1万いくんじゃないねえ。おー、まあいいですけど、孫作さんとかにあげと、寛平ちゃん無理だけどね。じゃあ行きましょうか。ほい、成功です。はい、出てこない、あ、出てこない、はい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 、いやー4400は無理だわ。この人一人でももう5、6000欲しいのにね。拒否しましょう。おっ、かっこいいやつ捕まっちゃった。使者が到着しました。はい、いやダメだよもう。ああ翔陽さんそっち行っちゃってんだね。あ、ダメダメもう。間違いなく災いなって書いてくからね。はい、で、はい、捕まっちゃったね。はい、で、でですね、これもう行っちゃうんで、行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。で、どちらかというと中太ちゃんが抜いてほしいんだけどね。ちょっとこう行ってこう行きましょう。そうしないと中太ちゃんが抜けないよね。ですので、また私先動かしちゃったね。はいはいと、これ全員やっちゃうとね、多分ね何万ってお金が飛ぶと思うんで、ね、やりたいんですけどね。こう言って、あら、何してるのあなたあらあらららららら、彼らはこの場は止まっちゃってんだね。よし、じゃあ取りに行っちゃおう。で、まあこれだったらなんとか押せるかな。ただここはね兵残ってんですよね。こっちの兵がなくなってるはずですけど、あ、それでも8000まだ増えてんだね。まさかの、あ、いたね、よかったよかった。まあ最悪同感から持ってきてもいいけどね。で、決済見ましょう。ああ、テイクさんね。はい。宴会。はい。こんなものだ。え？あ、いやいやいや、先に行ってる人たちにちょっと平和を出してほしいんだけど、なんで後発の人にみんな出すのかな。困ったもんだね。さあ、じゃあ行きますか。はい、行きましょう。成功です。はい。お喜びください。はい。出てこない？
よし、チュータちゃん、行ってください。よし、チュータちゃん来た。おい、おい、入れときましょう。ああ、いいね。これで混乱入るんで。お？おう、どうなんのあれ。わかんないんだけど。ほんとよくわかんないね。はい、これでまあここは多分落とせますね。あとテイクさん間に合ったら最高だけどね。ね、これテイクさん入るぞ、あれないね。いける、チュータちゃん、これいけたらお願いします。あ、チュータちゃん無視だから大丈夫か。で、中継でこうだね。出てくるかな。出てきたらちょっと厄介だけどね。で、彼はチュータちゃんがあっちまで行くんで、え、いける、これいけんのかな。あ、いけるね。ということは、ここに行きましょうか。で、カウニさん、カウニさんが、カウニさんがね、ここ入っちゃおうか。いや、ここでいいんだわ。で、お、おい、中継でこうだね。で、でですわ、もうここまで来たら、孫作さんと、孫作さんこっち行っちゃおう。どっち回るの？あ、行っちゃう？これもありか。これ、ここで、あ、あら？あ、引き返しちゃったのかな？分断するのもいいのかもわかんないね。もしで、中継して、おや？あら？ごめんなさい。マウスの電池が、おや？おやおやおや。マウスが。ちょっとごめんなさいね。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろうっていうのも変な言い方だけどね。お、動く？あ、動かない。あ、もうこれでやろう。あ、すっごいやりにくいな。あ、そうだ、ごめんなさい。もう電池変えちゃおう。いや、急に来たね。あ、びっくりしちゃった。よいしょ、ちょっとごめんなさいね。あら、あ、これ電池がね、抜きにくいんですよね。よっこいしょ。これ編集でカットできないんだけどね。私編集できないからね。よいしょ。やっかいせー。しかもこの入れてる電池がね、ない電池かもわかんないんで、ちょっと、あ、電気ついたっちゅうことはないっちゅうことかな。あ、いや、いけたね。よかったよかった。ちょっと、これを使っちゃいましょう。こっち行っちゃいましょうか。で、今日、挟み込みましょうか。で、酒だな。酒だなって。酒だなって言っちゃいましたけど、あ、こっち、あ、そう言っちゃうのね。じゃあ2人してこっち行っちゃいましょう。人材やったかな、報酬ね。あ、やってたね。まあでもいいでしょ。ったあ、巨友さんだね今の多分。はい、超音帯ね。で、またカウン隊。カウンさんも1枚いったんじゃない。あ、やっと来たわ、孫作隊。ほんとね、孫作さん人間関係うまくいってないのみたいな感じ思っちゃいますけど。さあ、これでいければ、うんですね。さあ、行っちゃいましょう。出てくる、多分来ない。はい、はい、はい、まあ、出てきてもなんとかなると思うんです。あ、出てこないね。出てこないですね。うん、いい感じです。あ、いい感じですね。うん、いい感じです。はい、でもうこの感じだったら、あの、彼間に合うんでね。テイクさんね、テイクさんそこまで行かなくていいね。ここでいいですわ。カウニさん、うん、カウニさん、あ、カンペちゃんがいるんでね。カウニさんここにしましょう。うん、これでもう言うことないでしょう。
うん、そうだね。で、抑えたね。抑えたので、内政しときましょう。よいしょ。はい。はい。で、彼女がここにいて、で、うん、いい感じですね。だったら、展開はここで展開しましょうか。この辺でね。出てくるんだったらもうここで来ると思うんで、距離が3つか、ちょっと近すぎるね。また弓矢ガーガーかけられたら嫌なんで、この辺で展開しときましょうか。で、彼らは、あ、そうだ、ソヒョさん入れたらダメだね。彼らはちゃんと攻撃になって、あ、なってなかったね。で、ちょっと、士気が低いね、店員さんね。あ、またやっちゃった。また報酬やってないんだな、私。ん？やったのかな？いや、やってない気がする。で、ね、やってなかったよね。自分たち上昇。おお、よかった。店員さん来たわ。展開。で、うん、趙雲さん。で、ほい、ほいと、ほいと。うん、これでいい感じだね。点数に戻せたら言うことないけどね。うん。というわけで、うん、これでいきましょう。はい。うまくいった。はい。喜べ。はい。あ、混乱きたね。お？うん、テイクさん混乱きたね。お、よいしょ。はい、混乱入れましょう。足しときましょう。足すのかどうかわかんないですけどね。足されてるかどうか知らないんですけど。足されてるかどうか知らないですけどね。混乱の上にさらに混乱が。その、ね、あの、重複して足せるかどうかっていうのは分かってないんですけど、私はもう、そう思い込んでますけどね。はい。はい。あ、馬頭軍と竜将軍と。で、ちなみに、劉表さんとこどうなってますか？あー、敵に回しは厄介だけどね、周囲さんね。味方についてくれたらすごく心強いですね、ほんとね。いや、ちゃんとこれ、感謝しないと。大資産3000とかはちょっともったいなさすぎるんでね。ほんとはね、呂布と総比さんとかはね、そんなに上に上げなくていいんですけどね。出しても遊撃だからね。まあ、今回はちょっとね、宝泉さん、前の方出してますけど、ねえ、これね、落とした後にピュッて点数に入られて忘れちゃうとね、対象になっちゃってね、ここどんどん仕掛けられたら、もうあっちゅう間にね、あれーってなっちゃうんでね、そこがね、私、それでなんとかミスってるんでね、じゃあまあこんなもんかな。あ、いや、名品じゃなくて、意外に劉備先生、名品持ってませんでしたね。結構部下に取られてますね。あの、届くの方に。届くの方とか。はい、あとは、決済。士気上昇ね。あ、両利益さん、あげましょう。お金はね、もうどん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 集まってきますから。総評さんね。総評さん、全然交戦してないね、今回。まあ、今回もだけど。私はこれ出てくると思うんですけどね、ここ。まあ、孫作さん、孫健さんが来てから挟み込みかかったときにどうなるかでしょうかね。ちょっと1万8000で結構多いんですけど、あと気になるのはね、この、城というか国のね、この城を見たときに、左下にね、先方で混乱って書いてるのは、これは敵が混乱かけてくると思ったらいいのかな。ね、なんか書いてますけど、ちなみにここは、あ、ここは牽制なんだね。これ帰れないもんね。帰れないよね。あ、それかあれか、大衆の能力なのかな、ひょっとすると。見てみよう。え、ここバトさん大衆だね。え、バトさんここにいるの。おー、じゃあちょっと見てみましょうか。あ、いやいや、ごめんなさい、嘘です。あ、嘘っていうのは言い方変ですけど、あ、馬頭さんいるんだね。
とバトさんどこだい。ああもうみんなこの集まってんだ。であなたの能力は、いやそんな感じないですよね。ないですね。牽制ってないですもんね。よくわかんないね。はい、マニュアル読んだらいいんでしょうけどね。もう私は昔は結構マニュアルをきっちり読むし、きっちり読むタイプだったんですけどね。もうくまなくマニュアル読むタイプだったんですけども、もう30歳超えたあたりぐらいからマニュアルほとんど見なくなりましたね。もうめんどくさくなっちゃったね。じゃあ行きましょう。決済したよね。うん、してますね。じゃあ行きましょう。はい。うん、ちょっと待ってねと。でもまだもうちょっと待ちましょう。新規妙さんはね、あ、出てこない、出てこない、出てきませんか。はいはい、何でもするから、何でもするからのだけは。あと最中さんね、あら遠行さん入ってましたか、我々の方に。あれ、はい、新規名さん行きましょうか。もうケイクさんがねスタンバレログぐらいまで来てますんで。うい、はい、落ちましたね。ほとんど無償でいけるでしょこれやると。解放しましょうか。初段しちゃうとね、バーチョーさんになっちゃうでね。龍儀先生とバトーさんは相性いいと思うんですけどね。そうですね、大抵三国志10、あ、三国志の1 三国志1やってるとね、バトーさんはねめちゃくちゃ外交好きだったと思うんで、よく龍儀さんの時にお世話になりましたね。ほい、バチョーさんいません。あ、両立さんがいるわ、懐かしいですね。義理のお父さんでしたね、一時ね。ヒーさんだったかな、13でね。はい、じゃあ、お、来ましたね、2人採用できました。はい、で、流氷の最中はそれがしか捕まえてきましたぞと。じゃあここで皆さん入ったので、ここで初めて感触を、これを、全解任して自動任命にしましょう。うん、はい、これでね、結構実力のある方は、まあ何です、寛平ちゃんもちゃんと上がってると思うんで、宗女さんは相変わらずだと思うんですけどね。来ないね、どうしよう、もう突っ込んじゃうか、突っ込んじゃおう。うん、任せろ。あ、でも待てよ、まだ彼らが全然届いてないね。届いてないからちょっと待とうか。宗陽さんが先頭なのが宗陽さんが先頭なのがすごい不安なんだけど、ちょっとここで待ちましょう。うん、待ちましょう。で、ここはまず呼び寄せましょう。長安たんまり余ってるでしょ、人が。第一部隊ね。あ、そっか、落葉もまだ第一部隊だった、第一軍団だったんだ。落葉からじゃあ連れていきましょう。落葉しこたま人いますもんね。ああ、カキさんいるんだ。はいはい、カキさんも連れてきて、12341012ぐらい連れていきましょうか。12345、とっと、いや、もうだいぶ連れてたね、これ10人どころじゃないね。でも落葉たまりいるんでね、まあいいでしょう。委任せずに持っていっちゃった。委任しちゃうと多分ね、下げられちゃいますね。関東さん。で、テーフさんと。で、地域内政で多分抜けてるんでね。あ、そうでもないね。そんなに抜けてないね。しまったね。安定区まで多分20日、1ヶ月ぐらいかかると思いますんでね。落葉から。あ、長安だったらでも10日で行ったね。
じゃあ20日に行くかな。うん。やら、で、あとね、もう間髪入れず出陣しましょう。あ、ちょっと待って。その前に交渉ね。あ、もう20分やってるわ。ごめんなさい。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。玄徳さんで三国志14終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。